見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。難関大や工科系大学が人気回復、不景気になると人気が上がる理系学部。コロナ禍で景気の先行きが不透明な中、2022年度入試、22年4月入学は理工系人気が高まりそうだ。農、水産系の志望状況と合わせて、代表的な理系学部の動向を見ていこう。コロナ禍で就職に不安を感じる受験生心理を背景に、就職に強い理工系の志望状況が堅調だ。系統別志望状況を見ると、理都工の志望者は大きく増えていない。しかし、前年同時期を100とした時の模試全体の受験者の指数が、国公立大と私立大ともに99ということを勘案すると、両系統ともに、前年並みから上回っていることがわかる。個別大学の理工系学部の志望状況は、おおむね前年並みとなりそうだ。そうした中で志望者が増えている大学について、河合塾教育情報部長の亀井俊介氏に聞いた。私立大の最難関クラスでは上智大、理工や東京理科大、先進校、難関クラスではマーチ、明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大の理工系学部で志望者が増えています。東京理科大、先進匠は、1年次が長万部キャンパス、北海道長万部町で、2から4年次が葛飾キャンパス、東京都葛飾区で学んでいた。それが、4年間葛飾キャンパスとなったことから、21年度は志願者ます。上智大、理工も志願者が増えており、両大学ともに22年度はさらなる倍率アップが見込まれる。一方、21年度は大半の理工系学部の志願者が減ったマーチは、志願者が戻ってきそうだ。工科系大学にも注目が集まっている、ベネッセコーポレーション学校カンパニー教育情報センター長の谷本雄一郎氏は言う。千葉工業大や工学院大、芝浦工業大、東京電機大、東京都市大などの志望者が増えています。コロナ禍で大学生の就職状況が不透明になる中、工科系大学の就職力に対する期待感もあるのでしょう。志望者が増加傾向の工科系大学の中でも、大幅な難化が見込まれるのは22年度から後期日程を廃止し、中期日程を導入する前橋工科大、工。前期と後期の狭間の中期を受験すると、最大3回の受験機会を得られることになる。関東で高の中期を実施しているのは前橋工科大だけなので、多くの志願者が集まることは間違いなさそうだ。近畿では、大阪公立大、高に注目が集まる。